ウッキタヒデイエをかくまった矢野家が設立した石碑。矢野五右衛門は戦国時代の武将、豪族。関ヶ原の戦いで敗れて逃走したウッキタヒデイエをかくまった人物として知られる。意味縄主政。五右衛門は通称。五右衛門は美の国伊味軍、白樫村の約250国の領地を持つ豪士であったとされる。以下は矢野家の伝承である。 関ヶ原の戦い直後に五右衛門は落ち武者狩りとして山中を捜索していた。その時、共回り数名と共に逃走していた武将に出くわした。五右衛門はその容姿から、敗走中の巧妙な武将に違いないと考えて、槍を向けて近づいたが、武将は名乗ることも除名をこうこともしなかった。友の家臣と五右衛門が数回の問答をした後、五右衛門はこのお事務者が、 西軍の大物であった備前最小、57万国の大宇浮北秀家であることを確認した。ごえ門は、潔い秀家の態度に感服したとされ、約40日もの間秀家を自宅にかくまった。この潜伏期間中に秀家は次の二種の歌を詠んだ。武も武も、つ月果てしみのの国かかる器をと遺憾で、心しらがし。 山の葉の月の昔に変わらねど、我が身のほどは面影もなし。五右衛門は秀家を逃すための情報を収集し、秀家の性質、郷姫が実家である前田氏に引き取られるとの方を聞きつけた。五右衛門とその妻は秀家を重病人に変装させ、数多くの赤所を越えて、大阪の前田家の屋敷に到着し、秀家は妻と再会することができた。この例として、 秀家はごえ門に、かつて自分が、豊臣秀吉から賜った、主印状と黄金三十枚を重政に与えた。ごえ門は帰郷し、子孫は代々続き現在に至っている。その後秀家は、島津氏を頼るが、後徳川方に引き渡された。しかし、島津市や前田氏の懇願で除名され、八丈島へ流罪となった。ありがとうございます。